これを機に皆さんぜひ帰ったらピュレグミ食事食べてちょっとグミの良さ伝えてください。マイクだと滑ってるんですけど試合だと滑らないんでよろしくお願いします。とにかく最初うちに来た時十何年前かな、来た時もう挨拶一つできんかったもんね。もう敬語も使えんようなやつだったもんね。よしばかれてましたね、あいつは。かなり成長したんじゃないですか、ね、かなりというかもう相当ですよね。本当に自分の全力が出せる選手、例えば乱取りにしてもサンドバッグのラッシュとかにしても、その自分の精神面の限界をやれるような選手。なんかあいつ普段すげえバカなんでですけど、やっぱり試合では本当にもう相手を分析してその場その場の状況に合わせて対応していくことができる選手なんで、格闘IQに対しては本当にもうアインシュタインレベルじゃない。僕はもともと工藤さんのことが好きでレフティジムに入ったっていう経緯もあったんで、そういう選手と一緒に練習して試合に臨むところとかを間近で見ることができて、すごいいい経験ができたなと思ってます。きつい練習メニューの時でもいつでも明るくというか、休憩時間とかインターバルになると笑わせようとするというか、ボケばっか言ってるんですけど、格闘技の音聞くとすごい真面目にすごい難しいことを言ってくれるんで、練習の雰囲気というかまた変わってくるんでちょっと寂しいです。シャワーだけ満喫行って浴びて公園に見るっていう、まあ、これも理由があるんですけど、ホームレスになって結構お友達ができましたいまいち世の中に広まってないウサギを世の中の人々に、広めるために、これから頑張っていくので。マサヒデ元気生活お疲れ様。あの弱かった正秀がここまで強くなると思わなかったよ。まずは体をゆっくり休めて、たまにはうちにも遊びに来てください。本当にお疲れ様でした。また遊んでね。バイバイ。バイバイ。正秀。ハラハラドキドキ、いろんなことがあったけれども、よく頑張ったね。お疲れ様でした。マサイデ12年間の選手生活お疲れさん。父さん格闘技大好きだったんで、マサイデの試合ずいぶん楽しみにしてました。第二の人生もマサイデらしく頑張ってください。楽しみにしてます。記憶に残ってる一戦というのは何になりますか？まあもう森本選手2試合とも延長で殴り合いしてて、本当に辛かったんですけど、もう、まあ、人生で一番楽しい時間だったな。楽しかったよね。いや俺もめっちゃ楽しかった。試合中やっぱ楽しかったです。ありがとう。こちらこそ。最後の初防衛戦で、まあ、僕が本当にやりたかった試合ができたんで、もう心残りは一切ありません。そうですね、もうめちゃくちゃ愛されキャラで、もういろんな人からこう応援してもらって試合をしてたなっていうことを改めて思いますね。3度目だと後悔すんなよ。絶対一緒に待つぞ。倒せ。よし、倒すしかない。2人で、まあ、しんどい練習とか、僕はベルトに目標にしてこう練習してきた時間とかは今すごい自分の財産として残ってます。で、まあ、今スパーリングパートナーがいないので、工藤君週1で僕とスパーリングしてくれますかね。お願いします。で、またタイトルマッチのチャンスも必ず掴めますんで、その時は応援よろしくね。これまで本当にお疲れ様、ありがとう。浜川会長いらっしゃいますかね。まあ、僕にとっては本当に父のような存在で本当に尊敬しております。今まで本当にありがとうございました。ちょっと鼻はやられたけど、無事ちゃんとした体でセカンドステージに送り出すのが僕の最後の役目と思ってたんで、工藤元気お疲れ様。まあ、俺はね、感謝してるね。工藤は俺を育ててくれたと思ってるから、工藤には感謝してます。ありがとう。
待ってたかい？ただいま。険しい道を共に行こう。俺もお前も変わらないぜ。工藤、第二の人生頑張れよ。頑張れよ。